ち帰り道、あこっちがあった、こっちがあったわ。ってことは、うわー迷路とかもに当たったよ、当たった待って待って、あっ2体倒した、わかんないオッケー、やったか全員、オッケーやりました全員、終了でございます。これだ、ビッグバーサ攻撃力プラス500、これが最強かな。あのこれもスライス、あこれあれだね、確かビッグバーサソードに鉄を加えるとこれになる。よしこれ、そうこのなんか剣先とこの持ち手とこの鞘、鞘じゃねえや、なんつうなこれ、つかわかんねえなんかこれも3つを組み合わせでできるんですけど、この3つを作るのにいろんな素材が必要になると。まずこれ、これが使わなきゃよかったあでもこれも作れんじゃね、ウォータードローンでしょ、グリーン、これもなんか、あグリーンゴーってあれ、グリーンゴーゲットしてたっけ、これどこで手に入るんだ、持ってたような、持ってなかったような、でもなんか似たようなのを持ってたんだよ確か。なんかうんにゃらシードみたいなやつがすげえ似てた感じがする。ちょっと待って、それは帰ってからいっか、確認すんの、そう、そうこれと勘違いしてた俺、エクスペリエンスツリーシード、これも何なんだろうね、持ってるの。てかこれあれだな、耐久値減っちゃったからクラフトできないの、な修繕みたいなのできたっけこれ、なんか修繕する方法あったっけな、よいしょ、そーい、ああれなにこれ、 T-Rex の歯をいつの間にかゲットしてた。アンチェーミー射撃ダメージ、射撃ダメージ増加1まあアルティメットウォーにはもう全然及ばないんだけど、さあ出てこい、あかわり入れよう、ふいふいヘッドショット、これを今度は2個体制でてててテテレテテテレテテテテレレレレレレレテテレテレテテテレレレレテレテ、やべえなんかアリが全然出てこない、あーいたいたいた、オッケーオッケーオッケー、とりあえずね、とりあえず帰ろう、おい、なんかチェストまた管理がむずくなるやつだけど適当にしまっちゃって、あカエル食うの、カエルアリ食うの、マジで食ってたな今。じゃあこの辺全部持ち帰ろうチェスト多いなもう自分で置いたのになんかビビっちゃって一瞬、えこんなチェストあったっけっつってマジか、から出れんじゃね、出れる、よし、さあ引っ越しが終わった。じゃあちょっとビッグバーサソードどんぐらい今作れんのかっていうのをちょっと、やってみようと思います。はいはい、まずマンティスクローあるね、ビッグハンマー、これが分かんない、グリーングーゴー分かんない、ウォータードラゴンスケール、これなんだよな、これどこでゲットしたかちょっとうろ覚えなんだけど、まあそれ後で調べるとして、これ持ってるね、モレノイド、シーモンスタースケールあるある、モススケール、エンペラースコーピオン、あこれも あると思う、うん、ジャンピーバグ、スピットバグかなこれ、スケールあるかなこれ、わかんない、アキーレックスある、ワーム、わかんない、クラーケンはねえな、アルティメットソード、キャタキラージュイス、あ、そうキャタキラーあれか、素材燃えたんだっけ確か、シェイビッパートン、あー海蛇確かあれも素材落ちてたな、ボルテックスさえ知らないな、じゃあちょっと持ってるやつをこの中で再現してみようかな、ちょうどあれクラフト3つ分あるから、ちょっと一回これ整理しよっか、ちょっとダメだこれ分かりにくすぎる、ここがあれだね、道具とか防具とか装備系にしよう飽きたわ飽きたわ、ごめんね飽きちゃった、このままでいきます、この辺ちょっと頑張ったけども
ちょっと頑張ったけどもう限界エンペラースコーピオンスケールもあるはずなんだよ。あ、でもエンペラースコーピオンのスケールがない、鱗がない、マジかよ。え、でも倒したよね、倒したけど拾ってないってこと。あ、でもそういえばなんか矢で倒してそのままだった気がする、うん、なんか俺結構ね倒して終わりっていうのが多いね、見たところ。全然素材を集めてない。じゃあとりあえずあの取り逃してる素材を今から取りに行きたいと思います。まずエンペラースコーピオン、エンペラースコーピオンとグリーンゴーは分かんない、グリーンゴーは分かんないけど、あとキャタキラジャウスみたいなやつ、あとシービッパー、海蛇ですね、海蛇のやつと、あとはまあうん多分後々だから、とりあえずキャタキラーと海蛇とあとエンペラースコーピオン倒しに行きたいと思います。うん、これで行こう。とりあえずうわー痛い。とりあえず砂漠にワープしたいと思います。砂漠あった、テレポート。雨降ってないよね、オッケー。あと海蛇だな、海蛇も欲しいけど、とりあえずエンペラースコーピオン、あーでもどうしよう、とりあえず海蛇行くか。海蛇はあれだよ、比較的うわいたしましょしょしょ、待って一回ね、この雨がきつい、雨がきついな。まあ夜になったら砂漠来るとして、それあれだな、キャタキラー探したいな。キャタキラーその辺にいるかな、いるよね多分。適当に探そう、適当に探します。森によくいるイメージがあるあいつ、結構あれなんだよな、カリキョの近くに森あったから、ちょっと一回拠点テレポートしよう。わ懐かしいそうだよ、ここから始まったんだよ。で多分ね、そうこの辺とかキャタキラーにこんな真っさらにされちゃって、この辺森多いからね、うわー懐かしい懐かしい。ダークオークはちょっと見にくいな。うわーなんかいる、ウェイ連射できるんだよ、知ってた、知ってましたか皆さん、この弓なんと連射できるんですよ、知らなかったでしょ知らなかったでしょ。まあそう簡単に見つかるとはさすがに思ってないけど、で一応クモのスポナーとかね、スケルトンのスポナーとか見つけてちゃんとメモっといたんだけど、多分絶対使わないだろうなっていう、あてかもう夜じゃん気づいたらもう夜じゃん。待って、砂漠行く、よし、サインペラスコーピオンいた、オッケー、早速いた。お前なんか弓の連射でぶっ倒してやるよ、弾かれるねあれだなこいつ、ダメージ受けて一定時間はなんかダメージ連続で受けないみたいな、そういうあれだな。だったらちょっと節約してちょっと間を置いて、間を置いて1 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 1
はい。あ、落とした落とした。これ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 、痛い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 、スコピオン痛い。ダイヤのクワッドを落とすの、なんで。これですね。はい、エンペラースコーピオンスケールゲットいたしました。さあ、あとはあれだな、キャタキラーだな。キャタキラーと海蛇か。海蛇先探そっかな。海蛇のが楽そうで、とりあえず海行けばいいんだもんね。あ、それリア充島が確か海だった気がする。リジュー、リッジュー、はい、来た。この辺にいると思うんだよね。倒したけどさ、でも倒してもなんか素材をどうやって拾えばいいのかっていうのがあれかな。泳げるやつに毛布して、それでちょっと水中に取りに行くみたいな感じで。確かに海蛇ってなんかそんな言うほど見なかった気がするから、意外とレアなのかもしんない。ガショーン。あ、なんか、なんかかっこいい。ああ。ひゅー。あ、なんか、面白いな。